指をパチンと引いた時に鳴る音は、指と指がぶつかって鳴っている音ではなく、指が手のひらに当たった時の音です。この音の正体は、指が手のひらに当たった時に発生する振動音です。指を引くと、指先が手のひらに当たる瞬間に、指と手のひらの間に挟まれていた空気が急速に圧縮されることにより、音が発生します。この音の鳴り方や響きは、指の形や速さ、力加減によって変化します。力強く指を引くと、より大きな音が発生し、逆に軽く指を引くと小さな音となります。また、指同士がぶつかるのではなく、指が手のひらに当たることで音が鳴るため、指同士の接触音はほとんど発生しません。指をパチンと引く動作は、リラックスやストレス発散に効果があります。このような小さな音が心地よく感じるのは、指を引くことで、指先や手のひらの感覚を刺激し、リフレッシュ効果があるためです。指をパチンと引いた時の音は、指と手のひらの力学的な相互作用が生み出す特有の音です。指先の感触や響きを楽しみながら、日常のちょっとしたストレスを解消する方法として、指をパチンと引いてみてはいかがでしょうか。